岩戸の丘陵とは、埼玉県東松山市、引き群鳩山町、嵐山町、時川町、入間郡諸山町、小瀬町に広がる丘陵地帯である。別名、引き南丘陵、物見山丘陵。埼玉県平和資料館岩戸の観音、引き南丘陵とも言われ、県立引き丘陵自然公園の大部分を占めることからこちらを引き丘陵と呼ぶこともある。 区域は、むね南は、おっぺ川、北は時川、東は、関越自動車道、西は JR 八高線に囲まれた範囲が該当する。東側は、高坂大地から、荒川低地へとつながっている。西側は、八王子構造線を越えた西側の外秩父と呼ばれる500メートル級の山並みへと続いている。なお、関東平野から、外秩父山地に続く。 途中の緩やかな斜面となっているため、東側の荒川定地から見ると、外秩父のそびえ立つ、山々の手前にある丘のように見えるのが特徴である。岩戸の丘陵の最高地点は、東端の物見山で、笛吹峠にかけて、尾根を形成するが西側へ行くほど標高は落ちていく。また、物見山周辺は99方48国と、言われるほど起伏に富んでいる。 東京からのアクセスの良さから1970年代より開発が進み、特に交通の便の良い東側や南側を中心に、その地形を活かし、大規模振興住宅団地をはじめ、研究機関や大学、レジャー施設も数多く開発された。物見山に隣接する埼玉県平和資料館の展望塔からは、関東平野を一望することが可能である。ありがとうございます。